はい。朝日新聞の記事です。日本にとって最悪のシナリオが始まった新潟県出身で1970年に入職した大潟村秋田小町生産者協会の涌井徹会長75歳は危機感を隠さない。わずかにバランスを崩しただけで米の在庫が底をつく。それだけ生産力が落ちていることに他ならないのではないか。これからも慢性的に米不足が続くというのが最悪のシナリオだという。なぜこうなったのか。涌井さんは50年近く続いた減反政策にこそ原因があると見るという記事が載っておりました。はい。減反政策ってさ、50年続いてんの？50年。2018年には終わりましたけども、今も生産量は減り続けているという、はい、もう後継者がいないということですね。まあ、この減反政策に出すお金はなくなったんだけど、まあ、でも米じゃなくてそこでなんか野菜いろんなの作った人たちには、まあ、これは続いてるっていうね、話はこのラジオでしたと思うんですけど、まあでももう根本的な、もう65歳以上の人しか参加してなくて、でもう自利品だと、っていうのが大元にあって、まあ米が足んなくなるとか増えるとかっていうのはもうこの、まあ、今回のだけの話に思ってるかもしれないけど、そうじゃないよと、今回だけのこうギリギリとかそういうことじゃないと、これはもうずっと継続的に今日まで来てた話だと、まあ備蓄米がね、まあまだあるっていう話もあるし、まあ外国から輸入しろっていう話もあるし、まあいろいろあるんだけど、でも根本的なこのね米の農家、これを農家っていうのは減反を取って続けてきた延長線上にあるとしか思えないよね。まあでもだからこれやっぱり食料全体考えるとね、カロリーベースで今ね 40% 切っちゃってるわけですよね、自給率がね、自給率切っちゃっていて、まあ唯一っていうか米は 100% なわけですよ。だけどその米をこうだから切って、まあ農家を守るんだと言って切ってやって、それでね価格を維持して農家を守っていうのがまあ減反政策なんだけど、その結果として食料自給率が4割切りで、それこそ何か有事があったらあっという間に国民はおそらく僕らも飢えてしまうっていうような、食料政策全体のある種象徴的なものとして米のありようっていうのを少し問い直すっていうかね、だって食えなくなったら人間生きていけないんですからね。それ以外でもこの肥料も輸入という、まあそれでこうなんかガソリンとかね、あの高騰してると、電気代も上がってるっていうことになるとますますね、全然売ってないですよね。あ、そう、ミサイルじゃお腹いっぱいにならないですね。おっしゃる通り。本当に。さあ今日も始めましょう。大竹誠ゴールデンラジオ。はい、改めましてこんにちは、大竹誠です。かっこよくて儲かる農林水産業を目指します。食料安全保障の観点から農地や人を確保し、スマート農林水産業を推進する、そして輸入に頼っている穀物の品種改良をはじめとする研究開発を大胆に後押ししていきます。選挙カーで回ってもいろんなところに耕作放棄地があって、荒れ地、草ぼうぼう、こういうものいっぱい見てきた。そういうものに対する怒りが今大きな大きな力となって立憲民主党を支えていると思っています。だからこそ立憲民主党は党を挙げて農林水産政策大綱というのを作りました。先ほど枝野さんが言っていただいたように、土地に着目をして、土地を、農地を持っている人にやはり何らかの支援金を出す、農地を殺さない、農地を生かし続ける、そういう姿勢でやっていきたいと考えています。そして私はですね、自給率を高めるということで今回は日本を伸ばすという政策の中に国産化推進という言葉を入れました。食料自給率を高めていきたいんですが、そのためには耕作放棄地を減らさなきゃいけない、輸出を増やしたいと思っています。これ日本の米はですね、非常に技術力が高くって味が美味しい、特に北米向けが大変好調でですね、去年100億円弱まで来たんですが、今年は100億円を上回るんじゃないかというところまで、この輸出が進んでいるんです。で、輸出米を作っていく環境ができれば、もし何かの時、有事の時に、その田んぼが生きている状態になるわけです。そして国民の側に消費を回すことができるわけです。普段輸出しているものが国内向けに回るんですね。でももし輸出米がなければ、もう田んぼは荒れ地のままになってしまう。これではダメなんですよね。だからぜひこういった取り組みをやっていきたい。そしてもう一つ大事なのは、私はですね、地域人手不足、本当に大変だという声を聞いてきた。今治で消防署員が処分を受けたってことがあったんです。みかんの収穫の時に上司に言われて、お手伝いをしたら、アルバイト代もらったら、内規違反だって言われて処分受けちゃった。これもうですね、農繁期の時には、消防署員とか公務員さんとか、
郵便局員とか兼業 OK にしましょうよ。そしたら若手の元気な人らもやれるじゃないですか。こんなことで処分受けるのは悲しすぎる。こういうのもやっぱり全国的にですね、変えるべきものは変えていきたいと思います。そして地域が豊かで、そして働く場所がある、こういうふうにしたいんです。農林水産大臣を2度務めさせていただいて、やっぱり地域は田舎は一次産業だなと、これが元になって、そしておいしいものを作ってもらって、それ食べに来てもらって、そしてお金を落としてもらう。お金が落ちれば落ちるほど、そこに新しい職場が生まれます。東京でサラリーマンやってる連中が帰ってきてくれるかもしれない。そういう職場をどん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 増やしていくためには、何といっても一次産業、そして観光、それを支える中小企業と小規模企業だと、こういうふうに思っております。この2つのことで将来の不安にしっかりと安心を作っていきたいと思います。こちら側の3人は民主党政権経験してるんですけども、その時に私は一つ のいい法律作ったなと思うのはね、6次産業化地産地消法っていうのがあったんですよ。農業、作物作る第一次産業、食品確保する二次産業、それをブランド化して売り出す第三次産業、全部合わせて6次産業、加えて地産地消をセットにした法律、これ私理想系だと思うんですが、それを見事にやってるのイタリアですよね。フィレンツェとかミラノとかローマとかという主要都市の周りでしっかりとした農業基盤があって、食品加工がしてブランド化されて、輸出入でいうと日本 の私は経常収支は他の先進国にとってはですね、対しては黒字なのにイタリアには赤字、そういう美味しいものを日本が輸入してるからです。すごいなと思うんですが、今の話と被るかっていうと若干違うかもしれないんですけれども、農業に挑戦するっていう一つの枠として、フランスなんかもブドウ農家、ワインを作るところですね、アグリカルチャーバケーションという形で、休暇で行くんですが、農業をしてくるというのが大変盛んです。ヨーロッパは夏冬と2週間2週間で、休暇を取るというような長い休暇があるんですけれども、それを利用してアグリカルチャーバケーションという、ヨーロッパ内、それから他の国からも来ているっていう、こういう現状が ありました。これは私、若い方々なんかは、あ、じゃあちょっと挑戦してみようかと、一つ農業を知るきっかけになる、こういうことも考えられるのではないかと思います。私は国民を守る日本国でありたい、国民を守る政府でありたいと思っています。人口がどんどん減っていく、本当にこれでいいのか、農業はこのままでいいのか。私は省創生大臣も務めさせていただきました。今のままでいけばあと80年で日本人は半分になると言われ、本当にそれでいいのか、省の所得が上がらないままでいいのか。実質賃金を上げるためには労働分配率を上げていかねばならない。デフレスパイラルを止めるためには個人消費が上がっていかねばならない。そういうものを拡大のために、そして労働者一人一人の権利を守るために、私は全力を尽くしてまいります。やはり人口が減ってる地域ほど一次産業が、まあ、本来はこれで昔は食べていた、稼げた、ここを変えていかなきゃならないのは皆さんと一緒です。そのために何をやらなければならないのか、やはり我々がやってきた、かつて個別所得保障制度というのをやりかけました。あれを大規模に大々的に復活させて進めなきゃいけない。特にですね、土地に着目をしようと思うんです。農地を荒らしていいのか、農地をしっかりと生かしていくためにしっかりと税金使いましょう。農業だけじゃありません、林業もこの地域盛んですよね。森林が荒れれば災害などにもつながるんです。そして二酸化炭素排出量を抑えるって言ってますが、二酸化炭素を吸収してくるのは森林なんです。森林を守る、国土を守るというのは外敵から守ることだけじゃない、荒れさせないように守る、これだって公共的な仕事じゃないですか。公共的な仕事の担い手、そうした皆さんがしっかりと食べていけるようにちゃんとした給料を払う。消防士さんだって警察官だってそうですよね。土地を守ってくれる人にだってそうする。この転換を進めていくことによって、どこの地域に暮らしていても安心して暮らせる。その上で地域主権、地域分権っていうのも大事です。山田勝彦君。はい。山田君。立憲民主党長崎3区の山田勝彦でございます。なぜ自公政権は農家の個別所得保障制度を廃止したのでしょうか。個別所得保障制度についてのお尋ねでございますが、すべての主食用米の販売農家を対象に交付金を支払うものでありました。で、旧個別所得保障制度のように米への助成を基本にするのであれば、十分な国境措置がある米への助成を行うこととなり、
他の農産物の生産者や他産業、納税者の理解を得がたいというふうに考えております。また、米の需要が年々減少する中で、過剰作付けを招きかねず、需要のある作物への転換が進まない結果、農家の所得向上につながらないといった問題もあります。このため、旧個別所得保障制度は廃止した上で、米につきましては、需要に応じた生産販売を推進し、野菜などの需要のある作物への転換に取り組む産地を支援しているところであります。合わせて経営所得安定対策につきましては、経営希望にかかわらず農業で生計を立てていく農業者が加入できるようにするとともに、多面的機能支払いなどの日本型直接支払いを創設するなど、農業者が安心して生産できる環境を構築したところでございます。納税者の理解が得難いというお話でございました。一体どういう方がこの納得できないとおっしゃっているのか、もしそういった声が農水省に届いているのであれば、ぜひともその調査資料を提出していただきたいと思っております。大臣もよくご存知の通り、野菜農家さんなどは大抵先祖代々の農地を継続し、お米も作っていらっしゃいます。自前の家族や親戚の分です。そういった米農家の現状を知っていらっしゃる。米は作るより買う方が安か、これは農家さんたちのもう常識になりつつある現状です。こういった中で地域を守り、先祖代々の農地をなんとか守っている米農家さんに対し、他の生産物の生産者の方々から不平不満の声など上がるはずがありません。ましてや欧米では当たり前に行われている所得保障です。 EU では農業所得に占める国の補助金の割合は 80% と言われております。民主党政権以前、2006年には日本の農家さんは農業所得の国の補助金の割合はわずか 28% しかありませんでした。2010年所得保障制度の導入によりようやく 45% にまで上がってきました。その制度を廃止し、確実にその割合は減少していることでしょう。先進諸国の中で日本ほど自国の農家を保護しない国はありません。納税者の理解が得がたいのではなく、国民の皆様にこの事実を説明していないだけではないでしょうか。また需要のある作付けの転換が進まないというお話もありました。大変驚きです。これはもう失礼ですがデマに近いお話ではないかと思います。全く理由になりません。なぜなら農水省の方々がよくご存知のように、そもそも民主党時代の個別所得保障制度には国が計画した生産数量目標を守った農家さんが対象だったのです。以上、個別所得保障制度を廃止した明確な理由がないことが分かりました。そこで個別所得保障制度を廃止した後、今農業の現状どうなっているのかお尋ねいたします。2013年から現在にまで耕作放棄地はどれくらい拡大し、そして離農者はどれほど増えているのでしょうか。関係大臣官房統計部長。個別所得保障制度から経営所得安定対策に変更になりました平成25年以降の荒廃農地面積ということでございますが、まず平成25年の荒廃農地面積27万3000ヘクタールでございます。これからそれ以降28万4000ヘクタールの間で推移をいたしまして、令和2年の荒廃農地面積は28万2000ヘクタールとなっておるところでございます。また農業経営体につきましては、平成25年の151万4000経営体から減少傾向で推移をしておりまして、令和2年には107万6000経営体となっているところでございます。非常に厳しい数値です。日本の農業の約 98% が小規模な家族農業です。個別所得保障制度を縮小廃止してわずか7年で約 30% 減の40万戸以上もの農家さんたちが農業を諦めてしまっている、そういう現実を突きつけてあります。そして耕作放棄地はさほど変わっていないというデータですが、つまりこのことは小さな農家さんたちは多くが廃業していったけれども、大規模事業者を優遇することで農地の集約化が進められ、なんとか農地の縮小は食い止められている、そのような弱肉強食の政策が進めている、その実態が明らかになっていると
感じております。次に厳しい現実に直面している家族農業や小規模農業についてお尋ねいたします。大規模農家を優遇する農政はもはや時代遅れです。国連は2019年から2028年を家族農業の10年として定めています。日本の農業経営は約 98% が家族経営。日本の農政も世界的な流れに乗り、家族農業、小規模農業を大切にする農政へ転換するためにどのような政策を進められているのか。三吉経営局長。日本の農業経営体の私どもの計算ですと約 96% は家族経営でございます。こうした方々が地域の農業生産や美しく活力ある農村、これを支えておられるという基本認識でございます。このため、経営規模の大小ですとか、あるいは法人化家族経営化の別を問わず、意欲ある担い手を幅広く育成支援するということと、あと中小家族経営など多様な農業経営体が地域社会の維持に重要な役割を果たしていることに鑑みた支援を行っているところです。今後も引き続き品目別の対策ですとか、多面的機能支払い、中山間地域等直接支払いなどの支援策を通じ、中小家族経営を含む地域の農業を担う方々を支援してまいりたいと考えております。家族農業、小規模農家が地域の担い手として大変重要であるという答弁、全くおっしゃる通りだと思います。しかしそのための手法が機能していない、間違っているのではないでしょうか。規模拡大を求めるのではなく、小さくても安心して続けてもらうことが、農業には成長より安定こそが大切なのではないでしょうか。だからこそ農家さんお一人お一人の生産を、暮らしを支える個別所得保障制度が必要なのです。次に、今現場で大混乱の問題について取り上げさせていただきます。政府は水田を活用し畑作を行う農業者に対し、5年以内に水張りをしなければ交付金を打ち切るという方針を突如出されました。全国の生産現場は混乱と怒りの声を上げています。畑作を行っている農地に水張り、ありえない。そんなことをすれば大掛かりな工事が必要になる。あまりにも馬鹿げていて、もうみんなで農業をやめるしかない、そんな話ばかりしている。大臣、これは長崎の、地元の長崎の人たちの声です。こういった現場のもう限界だという声、届いているのでしょうか。そしてこの問題をどのように認識されていらっしゃるのでしょうか。はい、金子大臣。水田活用の直接支払い交付金につきましては、これまでも水筒の作付けが困難な農地は対象外としておりまして、今般このルールをですね、再徹底することにいたしたところであります。その上で今回の見直しでは、畑作物の生産が定着している農地は畑地化を促す一方、水田機能を有しつつ麦や大豆等の転換作物を生産する農地につきましては、水筒と、転換作物とのブロックテーションを促す観点から現場の課題も検証しつつ、今後5年間に一度も水張り、すなわち水筒の作付けが行われない農地は交渉の対象としない方針としたところであります。今後5年間に各地域において今後の産地形成をどのように図っていくのか、しっかりと検討していただきたいと考えています。これは農水省と農家の皆さんの信頼関係を揺るがす大きな事件だと思います。今から50年ほど前の昭和46年、国はいわゆる減反政策、これを本格実施し、各自地域に減反面積が割り当てられました。現場の農家さん、今70代で当時のことをよく知っている農家さんからも聞きました。ほぼ強制的だったそうです。そしてその代償として、あくまで減反への協力金という形で、国は減反に協力した、畑作を行った、米作りを諦めた、そういう農家さんに支払うことを約束していました。しかし平成29年に一方的なルール改定を行い、現場の農家さんはほとんどこの事実を知らない状況で、今回そのルールを再徹底するという方針が出されました。全国の米農家さんに対し、長年続けた減反政策、米作りから野菜作りへ、水田から畑地化へ誘導してきた歴史的
事実がありながら、今回の交付金打ち切りはまさにはしごを外す政府による全国の農家の皆さんへの明らかな裏切り行為ではありませんか。このようなことが許されるとは到底思えません。丁寧なご説明をなさるとおっしゃいましたが、説明で済む問題ではない。小規模農家を大切にされるのであれば、ぜひとも改めていただきたい。確実に離農者は増え、耕作放棄地は急拡大していきます。この国の農業をさらに壊滅的なダメージ与えていくことは確実です。大臣、本当にこのままこの悪性を進めるおつもりなのでしょうか。どうか見直しを検討していただきたい。農家の皆さんとの約束を守っていただけないでしょうか。主食用米の需要が減少の傾向にある中でですね、水田活用の直接支払い交付金は、水田において主食用米から他の作物への作付け転換を支援するために措置しているものであります。この考えのもと、平成29年の4月には実施要項を改正しまして、水筒の作付けが困難な農地は本交付金の対象外であることを明確にしています。また水田から畑地へと転換する場合の畑地化支援も講じてきたところであります。一方、水田機能を維持しまして水田として利用している場合には、来年度から直ちに本交付金の対象外となることはありませんが、今後5年間の間に各地域において今後の産地形成をどのように図っていくのかを検討していただきたいと考えております。その中で明らかになった現場の課題についてはしっかりと検証していく考えであります。本当残念で仕方ありません。地元の全国の農家さんたちが今の大臣のご説明で到底納得するとも思えません。ただし5年間の猶予があり、地域の皆さんに粘り強く説明されると、説明で済む問題ではありませんが、地元のそして全国の農家さんたちの声を聞いていただいて、ぜひ積極的に前向きに見直しを検討していただきたいと思っております。この補助金があるから何とか続けられているという現実を知っていただきたいと思っております。次に、緑の食料システム戦略についてお尋ねします。2050年までに CO2 ゼロ、化学農薬 50% 削減、化学肥料 30% 削減、そして有機農業の農地を現状の 0.5% から 25% へ 50% 拡大するといった具体的な数値目標が掲げられました。世界から遅れている日本のオーガニック市場拡大に向け、初めて成功心が出されたことは大変素晴らしいことです。しかし EU では有機農業の農地面積 25% を2030年までに達成すると謳っています。 EU から20年も遅れての 25% 達成目標はあまりにも寂しいと言えるのではないでしょうか。